こんにちは、ロニップです。今回ですね、ベンダー様に商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、HDMI 音声分離機になります。小さいコンパクトなサイズになっています。HDMI の入力の口があります。USB の電源コネクタ、電源ランプですね。スイッチなんかはありません。電源差し込めばこうランプつきます。裏側ですね、こちら側にですね、アウトプットの HDMI。基本的にはインで入ったものをそのまんま流す。絶妙にちょっとね、そのまんまではなさそうな感じなんですけども、音声と映像の信号がそのまま出力されるようになっています。ヘッドホンマークがついているアナログの外部出力、3.5mm のジャックがついています。こちらがですね、いわゆるこの機械の本命という、音声分離機のメインということで、HDMI から映像と音声が入りました。その音声のみをですね、ここのアナログの出力をの方にですね、出してくれる。HDMI の方はですね、映像と音声をそのまま出してあげる。こちらにですね、スピーカーとかヘッドホンとか接続していただくと、音声だけを単体で聞くことができるっていうことになります。最近ですね、いろんな機械がもう HDMI 化されててですね、いろんなプレイヤーとかですね、ゲーム機が HDMI 出力っていうことが多くなってます。そうするとだんだんですね、アナログの出力っていうのがなくなってきるんですよね。一番後発組のですね、レトロゲーム機のですね、復刻版、最近で言うとこれ PC エンジンっていうのが出てます。はい、コアグラフィックスとかですね、言うてるんですかね。はい、でこちらもですね、もう単純にここですね、 HDMI 一つしかないです。ここから例えばヘッドホンでですね、聞きたいなというようなこともできないですし、アンプにつないで、大きな音で聞きたいなっていうのもこれできないんですよね。っていうのがですね、プレイヤーとか、それからゲーム機なんかの場合はですね、ちょっとできないということで、そういう時にですね、こういう音声分離機、HDMI の音声分離機をですね、使うと、こういうふうにですね、アナログの出力をですね、増やしてくれることができるということで、これが、こういうプレイヤーの近くにあるべきなのか、逆にモニターの近くにあるべきなのか、ちょっとその辺はわかりませんけども、こちら、こんなちっちゃいんですけどもね、4K に対応しています。若干ですね、周波数帯とか画面の解像度っていうんですかね、一番やっぱり周波数帯ですかね、が対応していないとか、設定をきっちりプレイヤーの方でしていないと、うまく機能しなかったりっていうような場合があるそうなので、私は 4K の環境がないのでわからないんですけども、ご注意なさっていただいた方がいいと思います。プレイステーション5についての注意事項もですね、記載されてますんで、確認いただければなというふうに思います。コンパクト、シンプルな使い方、特にスイッチなしですよね。もう繋げばできるということで。実際にこちら、はい、PC エンジンの方をですね、パソコン用のモニターに接続をして、外部出力のですね、端子から、アンプスピーカーっていうんですかね、の方に接続をして、大音量でちょっと聞くというようなことをですね、テストしてますんで、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。今ですね、ここ HDMI のですね、音声の分離機をここにつけています。ゲーム機のですね、HDMI 端子、こうですね、HDMI 端子から出力したものを、この HDMI 音声分離機の方にですね、接続しています。電源をモバイルバッテリーから供給してて、HDMI の出力の方をですね、パソコン用のモニターにつけています。このモニター自体は、ちょっとしたスピーカーはついてるんですけども、スピーカーがないものだというふうにお考えいただいてですね、こちら、外部出力ですね、のケーブルをですね、このアンプの方にですね、スピーカーですね、の方に接続を今しています。電源を入れてみたいと思います。このようにですね、今ですね、こちらのスピーカーの方からですね、音が出ています。音がどうなのか、はい、ですね、はい。で、音声分離機の方ですね、アナログの出力の方を差し込むと、
この外部スピーカーの方からですね音が出るということになります。お値段もね安いですし、今見ていただくように、ちょっとした電源、モバイルバッテリーなんかパソコンなんかあればですね使えるので非常にいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。もうちょっとねボリュームを上げてみたいなと思います。ちょっとボリュームね上げたいと思います。はい、結構ねもうアナログですけども綺麗な音で聞くことができます。はい、お試しにね、なんかやってみたいなと思いますね。はい、懐かしいな。 PC エンジンですよ、 PC エンジンかな、指がクソやー。でも音声分離機なかなかいいと思います。本当にいい感じで、これ使えると思います。はい、音声分離機こちらです。はい、とてもね、いい感じで使えると思います。2000円ちょっとぐらいですよね。いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、 HDMI 音声分離機ありそうでなかったような装置っていうんでしょうかね。絶妙にね、ありがたいと思います。こういう外付けスピーカーとかですね、あと本体にスピーカーが付いてないモニターとかですね、というような場合にですね、非常に役立つんじゃないかなというふうに思います。はーい。いかがでしたでしょうか？参考になりましたでしょうか？それではまたご覧ください。さよなら。